下仁田ネギ、下仁田ネギは、ネギの一種。群馬県寒羅郡下仁田町の特産である。下仁田ネギの由来についてあまり詳しいことは分かっていない。中国西部よりはが、国北部に入った、加賀という品種との類似が取り沙汰されているが、ルーツについてはこれ以上の追跡はできない。なお、下仁田ネギという名称の名付け親は、牧野富太郎である。大根深、または、 下仁田ネギと命名され、囲碁市場でもこの名で取引されている。現在の下仁田ネギの原産地は、旧、西牧村小出屋の佐藤長太郎の畑である。文化2年11月8日付で、ネギ200本支給遅れ、運送代はいくらかかっても良いという趣旨の、江戸からの主に当てたと思われる手紙が残されており、遅くとも、この頃には、下仁田ネギが栽培され、 新調されていたことが分かっている。こんなに素晴らしいネギの味を江戸の将軍様にも味わってもらおうと将軍家に献上したこともある。修繕殿でもその味は評判となった。下仁田ネギは別名伝様ネギと呼ばれるのはこのためである。明治4年、東京で開催された万国文化交換文明輸入博覧会に出品され名声を得る。明治6年、 ウィーン万国博覧会に国産の絹糸が出品され、それを機に富岡製紙場に関係者が訪れるようになる。関係者へのお聖母お土産に利用された。大正時代、馬山地区に産地が移り、品種改良が進み、この地区は下仁田ネギの主産地となる。昭和9年、一部徳農家による皇室への献上が行われ、また工芸カルタにネギと こんにゃく下仁田名産と読まれて知名度が高くなった。これに伴い、群馬県のおじ試験場が前橋市で栽培してみたが、うまくいかなかった。下仁田の土壌を前橋まで持って行ってもやはり結果は同じであった。長野県のおじ試験場でも栽培を試みたが、育ちすぎて葉が硬い棒のようになり、とても食べられたものではなかった。1975年以降、 下仁田ネギの生産の増加は顕著に認められる。背景には米の生産調整、高級料理店における伝統野菜の需要増加、さらに生母としての需要増加がある。非分鉄性の一本ネギで俗に白根と呼ばれる幼少部は長さ20から25 2 5トル直径2.5から4 5トルと太く短い特徴的な形をしている。 地上部の歯も能力色で太い。このような形、大きさは、ネギ全体の中でも得意なものである。耐熱性、耐寒性ともに強く、厳冬期でも地上部は、枯れるが地下部が固始することはない。また耐、日照り性も強く、夏の高温期でも障害は少ない。反面、多湿には弱く、特に摂氏25度以上の高温では多湿に対する抵抗力が弱く。 室外を受けやすい。土壌適用性は広いが、下仁田ネギ特有の肉質を持つ、締まりの良いものを生産するためには、歴を多少を含んだ、粘質土壌であることが一つの条件である。馬山地区の、かぶ川、横瀬川、蒲田川に沿ったエリアの土壌は歴を含み、肥沃である。通気性や保水性が良好で、下仁田ネギの栽培に適している。 正月飾りの一環として、その家でできた最上のネギ5.6本を備える。そのネギを早春、畑に植える。夏に採取し、秋の悲願に破種。このような文化があるので、結果として、雑魚を防ぎ、比較的純粋性が保たれてきた。白い部分を食用にする。肉質は柔らかく風味の良いことでも知られる。生では辛すぎて食べられないが、糖度は、 一般のネギよりも高い。加熱すると辛味成分を作る酵素が失活し、本来の甘みを味わうことができる。特に煮て食べると独特の甘みとコクが出ると言われ、冬のすき焼きや鍋物には欠かせない食材である。ありがとうございます。